よいたのニュースチャンネルです。視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。今回ですね、通称トキ鉄ですね、駅越後ときめき鉄道に関する記事と、関連サイトを合わせて紹介していきたいと思います。トキ鉄に関しては数日前にですね、新駅の名称を募集自体を記事と取り上げましたが、今回は3つ販売に関する記事を紹介していこうと思います。記事はこちら、新潟日報モアですね、6月20日、トキ鉄グッズ販売好調、線路の石完売再販へと、こちらの記事ですね。はい、こちらですね、トキ鉄の、鳥塚社長がもうこういう石の缶詰を手元に手に持っているという写真になります。はい、では記事を読みます。売れるものなら石でも売る。赤字体質や新型コロナウイルスの影響で、影響が続く越後ときめき鉄道が収入増を目指し、あの手この手のグッズ販売に力を入れている。今月には鮮度に近い程度の石を缶詰にして販売。当初製造分は早くも完売し、増産を準備している。レトルトカレーや布マスクの利益も好調で、同社は時鉄と新潟の名を全国に広めるきっかけにしたいと願っている。今月1日、インターネット通販の時鉄公式ショップで鮮度の石缶詰セットなる商品が発売された。時鉄の日本利益の構内のほか、銚子電鉄と天竜ほのぼ鉄道の線路で各社が拾った石を洗浄し、それぞれ缶に詰めただけだ。価格は3社分1セットで1650円でした。発案したのは時鉄の鳥塚亮社長でしょうか、誠社長でしょうか。で、SL が知っていた頃から鉄道の安全を支えてきた歴史のある石、甲子園の土と同じで意味が分かる人には売れるだろうと考えたという。計250セットを製造し、各社で手分けして販売、秋頃の完売を見込んだ。ところが予想に反し、ネット上などで話題となり、県外からの購入が続いた結果、12日頃までには完売した。鳥塚社長は、無駄になればいいとは思ったが、まさか1週間ほどで売れとは驚いた様子。石は指令原価がかからず、確かにそうです。食品のように腐るわけでもないので腐るんです。はい、グッズとして定着させたいと強調。今後は県外の鉄道の石炭もラインナップに加え、7月の販売再開を目指す。この他、新型コロナウイルスの拡大で外出自粛が続いたことにより、3月に発売したレトルトの時鉄カレーは約1700食が売れた。ロゴマークや列車のイラストが入ったのがすくま人気で、今後は夏用の素材を使ったものの追加を検討。地元食材を使った缶詰などの販売も計画しているという。時鉄は開業以来、恒常的な赤字が続き、2019年度には固定資産の減損処理を行っている影響で、過去最大の純損失62億5400万円を計上した。鳥塚社長は、物理赤字をゴールができるわけではないが、全国からローカル線を運営しようという気持ちが伝わっている。今後も差別化した商品を生み出し、気持ちに応える商売をしていきたいと強調したということです。62億の赤字はすごいですね。この、缶詰、1650円です。おそらく、3社ですね。1人1社が500円で、550円で、3社あると1650円ですよ。500円ですね。250セット売れても12万5000円ですね。それこそ、焼け石に水なんですが、ないよりはいいだろうということに話題になりました。我々の中で、時鉄への注目も集まると思いますね。はい。で、こちらですね、越後ときめき鉄道ホームページなんですが、特に販売施設なんかはこちらではないのですが、こういった感じで、N ゲージですとか、コラボ列車ですね、切符などをこう、アナウンサーがこういう感じで出されています。はい。で、このグッズはどこで売られているのか、こちらですね、越後ときめき鉄道ヤフーショッピング、こちらです。はい。このヤフーショッピングのところで、こう、専門サイトというか、専門コーナーというのができています。こちらの方で、記事にありましたカレーですとか、あとは鉄道関連 N ゲージですとか、マスクですとか、そういったものなどがこういうふうに販売されているということですね。こんな感じで、DVセットなどがあります。はい、でこちらの6月1日ですね、石の缶詰セットを本日発売しました。1日に販売して12日に、完売ということも、本当に10日余りで、ほぼ即売、ほぼ即完売の状態だと思いますね。それはファンの方が買っていったのかと思います。こちらがその、石の缶詰セットをホームページとの販売コーナーですね。越後ときめき鉄道線路の石、銚子電鉄道線路の石、天竜浜の鉄道線路の石、線路の石ですね。こんな感じ、3個合わせて1650円となります。こんな感じで、社長が拾っている写真ですが、こういう感じなのも、こんな感じで。こちらが銚子電鉄道線路の石、社長さんがこういう感じで拾ってますよという感じです。こちらが天竜浜名湖鉄道線路の石ですね。こんな感じなんですね。一つのこう缶の中にゴロンと大きめのこう丸い石が2つでしょうか。これが1つなんでしょうか。
まあ、1つか2つこういう感じでゴロンと入っているということになります。まあ、缶詰の大きさがおそらく、まあ、5、6センチの、まあ、丸っぽい石が入っているんでしょう。しかもペーパーウェイトですね、文鎮とかには簡単に使えそうですが、じゃあそれ以外にどういうふうに使うのかというのはなかなか難しいところだと思います。まあ平べったいのでどうなんでしょうね、アクアリウムとかにはそこそこ使えるとは思うのですが、水に沈めて面白いかどうかというのはなかなか難しいところです。まあ、それはその鉄道ファンの方の発想を待ちたいと思いますね。これですね。はい、で一号と決めて、それではこの、取塚社長、銚子電鉄は竹森社長、手に入るのことは長谷川社長を拾った石を洗って、ワックスにかけたということです。はい、注意事項で、この缶詰では食べ物がありません。石は人に向かって投げないでください。石は最初は、先導してワックスをかけてあります。缶詰の石はサイズによって、数量が異なります。まあ、2個か3個ぐらい入っていることもあるんでしょうかね。でまあ、数量限定です。改めてご了承ください。ということです。この商品の口コミでですね、家族の店が現れましたです。さて、1000の石をどのように使うか、これから考えます。ということは、この方はおそらく、買って、届いてということなんでしょう。買って届いてから、まあ、これから考えるということなんでしょうね。なかなか、まあ、確かにどういう考え、使い方か、なんか、楽しみにしたい。ネット上で発表があるかもしれないので、楽しみにしたいと思いますね。はい、こんな感じ。でこちらですね、同じく、まあ、コラボレーションした銚子電鉄などの、石に願いを千両の石、を、銚子電鉄、天竜浜名湖鉄道、石ごと特別鉄道を販売いたしますということで、こういう感じで、記事になりますね。こういう感じですね。はい。やはりこういう感じで、まあ、注意事項というのも出ています。製造者が越後ときめき鉄道ということですが、それぞれ3社が石を拾って、おそらく越後ときめき鉄道に、まあ、乗せて、まあ、こういう感じで、先ほどちょっとありましたけど、これでしょうか。こういう感じ、この下にある、こんな感じです。こういう感じで、まあ、詰めていったのかなというふうには思います。はい。まあ、こんな感じで、おそらくこちらが、銚子電鉄に届いたものをこんな感じで線路に載せたりとかして、こういう感じで、やってみたいですね。はい。こちらですね。まあ、調子点数です。オーグナイショップありますけど、はい。当然のことながら、1650円、売り切れです。こんな感じですね。はい。まあ、残念ながら、こういう感じで。こちらですね、8月ごろに再発売の予定とありますが、まあ、記事にはこう7月にというふうにありまして、ちょっとこの辺、ちょっとはっきりしたいんですが、おそらくまあ、7月か8月ぐらいにはまた再販されるだろうということは思います。はい。なかなか難しいですね。少し前に、鉄道のこの、鉄橋のリベットをギフトセットで250セット販売したというところがありましたけど、250セットでもやっぱり即売なんでしょうね。だとしたらやっぱりそれの数の読みというのはなかなか難しいと思うんですが、もうちょっと多めに作っておけば、当初の手にはこちら250セット秋までにと言っていたのが、わずかこう10日余りで完売してしまったので、なかなかこれの読みというのは難しいと思うんですけれども、そうですね、まあ、この再販するセットの何セット再販されるのか、とかもしくはこの缶のデザインがちょっと違うのか、例えば缶のバージョン2ですとか、そういったものになるのか、ちょっとそれはなかなか難しいところだと思いますね。こういう感じです。ここにあったけど、石3缶セットと、あとこれですね、おまけとしてこの時鉄くんオリジナルキャンディーの缶の合計4缶セットで、まあ、1650円ということみたいですね。ただこの、どうなんでしょう、この戦略の内訳はどんなもんなんでしょうかね、これは。最初3巻だったら、まあ3社で500円ずつで分けるんだなとかですが、キャンディーをつけたとなると、特別の方がちょっと多めにもらうということになるんでしょうか。まあそういうことを考えてしまうんですが。はい。最後はこちらですね、天竜浜名湖鉄道なんですが、ちょっとこちらと探し方が悪かったのか、この、今回のこの石の缶詰についてはちょっとアナウンスが出てないんですよね。どうしたのかなという。といってもグッズ販売が全くないというわけではなくて、この天浜線というのはこういう感じで、まあ、グッズ販売のコーナーはちゃんと設けていまして、こういう感じですね。まあ、いろいろこうグッズを売っているようなんですが、やっぱりこの缶詰に関するアナウンスというのはないんですよね。どういう動作なのかちょっと不思議なんですけど、まあ、これを参加はしたけれども、販売はこの時鉄とこの銚子電鉄を任せしているということなのか、それともこの、例えばこの、天浜線の、このまま、
駅の店舗でいくつか販売した、まあ、それなのかもしれません。ちょっとはっきりしませんが、とにかく、こちらですね、250セットも販売しているということで、今から入手するには、転売するのを買うというのもどうなんですか、まあ、再販するのを待ったらどうかなというところだと思います。はい、こんな感じですね。はい、でこうしたですね、サイトなどは概要欄にリンクを貼っておきますね。もう買うことはできませんけれども、ぜひ興味のある方は記事を読んでいただきたいと思います。あの他のグッズですね、まあ、あのこういった感じでカレーですとか N ゲージですとか、マスクですね、まあ、調子電鉄などでもいろいろこうグッズ売ってますし、この天理浜名湖ですでも、まあ、駅弁をはじめしたこういったのキーホルダーなど売っていますね。面白いなと思った方、ぜひこの、まあ、線の応援という意味でグッズを買ってみてはいかがでしょうか。はい、今後こうした形で聴者などに掲載されている良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今回はここです。ありがとうございました。